ここまで限られた時間でしたが、駆け足で公衆無線ランを正しく安全に利用するための方法について広く学んでみました。皆さん、これらの内容について学ぶことができたでしょうか第8回では、これまでに学んできたことを踏まえて、今後もですね、皆さんが安全に安心に 公衆無線 LAN サービスを利用するための意識について一緒に考えてみましょうここまでで皆さんとは公衆無線 LAN サービスがいかに便利かしかしその利用には注意が必要でそしてその公衆無線 LAN サービスを安全に利用する方法もあるという話を学んできました 公衆無線 l ランサービスは非常に面白いものであるものは、えー、街角の飲食店が、えー、その店に来た人のために、えー、提供していたりまたあるものは、えー、自治体がサービスとして提供していたりまたあるものは、えー、通信事業者が通信事業のサービスの一環として提供していたりなど、えー、一言で、えー「公衆無線ームセランサービス」といっても さな目的や規模によってて運用されているものですそのため利用する皆さんにとってもこの公衆無線 LAN サービスに対して一言で公衆無線 LAN サービスと捉えるのではなく自分たちが今使っているものが何なのかそして使っているサービスに応じて利用するものも切り替えて考えられるような判断力を持ってもらいたいと思います。 例えばですね皆さんスマートフォンやパソコンで仕事のメールを送っていますね。これ会社の中でやるんであればある意味通信のことについては気にしなくていいかと思います。でも公衆無線 LAN サービスを使う時はいかがでしょう急ぎの仕事のために公衆無線 LAN サービスを便利に使うということもできれば一方で 公衆無線ーム戦サービスでこんな情報を流していいのかなというふうに考える必要があります。また、えー、皆さんの中にはオンラインバンキングを利用している人もいるかもしれませんね。では皆さんが使っている公衆無線 LAN サービスもちろん一言で定まりません。えー、利用している公衆無線 LAN サービスで オンンンンラインバンキングを利用する、えー、これも利便性性と危険性の、えー、間で判断をすする必要がありますその他にも日常的なウェブサービスの利用オンラインショッピングしたりとか SNS にログインするときにログイン情報を流したりというのもありますね。こうした情報についても今この公衆無線 LAN サービスで流していいものかどうか。 この判断を身につけてもらいたいいたと思いますその時に利用するコーシュームセンサービスそのアクセスポイントとは暗号化していますかね暗号化されているアクセスポイントでもその運用している相手はどのような人ですかねまた利用しているサービスは暗号化サービス HTTPS に対応していますかね もっと積極的に言えば重要な通信のために自衛として VPN のサービスを使ってしまうというような判断も必要になりますね。こうしたことをすべて合わせてこの公衆無線 LAN サービスといったものを正しく使ってもらいたいと思います。さあその提供形態も含めて非常にユニークな公衆無線 LAN サービス。 その利用のためにはいろいろ判断しなくちゃいけないこともありますこれだけ聞くと皆さんの中には面倒くさいと感じてしまう人もいるかもしれませんねただ一方で利便性を提供しているということも事実です公衆無線 LAN サービスを利用することでより快適な通信をさまざまな場所で利用することができるというのも事実です そのために皆さん自身にも正しく利用するという判断力もつけてもらいたいと思っています例えば安全を求めないような通信をするそのように割り切ってコーシューム宣談サービスを利用するというのも一つの考えだと思いますちょっとした娯楽のためのウェブページを閲覧したりログインなどをしない 使い方だけにとどめるだから使うといったような考え方やまた HTTPS を使っているサイトとしか大事な情報はやり取りしないというふうに利用するためにも判断力を持てば利用することもまた怖くなくなると思いますただ一方でこの公衆無線 LAN サービスは 本当に一言で言ってもさまざまなものがあります。また場合によっては悪意ある人が何かをしてくるのかもしれません。そのためには自分の判断力を超えたなとちょっと判断つかないといったときにはこのそのそのシュー線セサービスを利用しないということも一つの判断になります。例えば目的や利用によっては 重要な情報をやり取りするところだけでは LTE などの携帯電話会社が責任を持って提供しているような通信回線を利用するなど通信の安全を確保するために別の通信手段を使うといったような組み合わせもまたこれも判断ですね。いろいろと判断判断と重くなってしまうかもしれませんが。 今回勉強したことを踏まえてさらに、えー、継続した学習の中で、えー、こうした判断力を身につけて、えー、より利便性を高めるような使い方を実現してみてください。ここまで本講座では公衆無線 LAN サービスといったものがどのようなものがあるのか、えー、事例やそして公衆無線ーム戦サービスに関わるセキュリティ対策技術を 説明しました公衆無線 LAN サービスは今やさまざまな場所で提供されており社会基盤として生活や仕事などにも欠かせない重要な存在になっています皆さんにとってもこの公衆無線 LAN サービスとの付き合い方を知ってもらうことが今後もより快適なネット利用を楽しむことにつながります この w i f i 技術そのものも今後もより高速に安全に使われるように改良が続けられていますそのためここまでにも勉強したようなことを踏まえて是非公衆無線 LAN サービスを使うことを考えてみてくださいいろいろ判断が必要ということで皆さんにとって少しハードルが上がったように感じるかもしれませんが 公衆無線 LAN サービスを利用するための考え方を整理してみましたまず皆さんにとって利用するアクセスポイントが何なのかそのアクセスポイントの SSID 名や場合によってはその場所で貼られているステッカーのような情報をヒントにしてまず自分が接続する先について意識してみてください そのサービスは誰が提供していますかあなたが信頼できる相手ですかまたそのアクセスポイントは暗号化に対応していますかどのような暗号化に対応していますかそこまで確認して、えー、皆さんは見えているアクセスポイントに対して接続をするかしないか判断してみてください。まあ、中には ミ知ランアクセスポイントこのアクセスポイントは誰が何の目的で設置しているかわからないといったものもあるかもしれませんねそのような時には接続しないという判断もできますまた、えー、公衆無線 LAN サービスでは、えー、周りの他の人とネットワークを共有しています皆さんが利用している端末に対して周りからさまざまな通信や 場合によっては不正なアクセスを受ける可能性もあります公共の場の公衆無線 LAN サービスを利用しているときには、えー、その端末のファイル共有の機能などこれをオフにするような工夫も必要ですまた、えー、皆さんが公衆無線 LAN サービスこのサービスは、えー、信用できるそうだとだから使ってみようと思った時も、えー、そのとき時も そのアクセスポイントを利用して行う通信にも注意してくださいウェブページを閲覧する場合には HTTPS という技術があります HTTPS に対応したサイトとのやり取りは端末から Web サーバーまでの間が暗号化されているのでその途中の区間である無線 LAN のアクセスポイントや コ衆無ューム戦サービスの周りのユーザーからも通信の中身を見ることができません。利用しているサービスが HTTP なのか、HTTPS なのか、そこの違いを意識して利用することもヒントになります。また、VPN というサービスもあります。VPN サーバーを利用するというハードルの高さはありますが、 VPN サービスを利用すると無線 LAN のアクセスポイントまでの間の安全性とは別にトンネルととして安全なな通信経路を作ることも可能になります自衛して利便性高く使うという意味ではこうした VPN サービスの利用を考えてみることも一つの手になりますね。このように えー、皆さんから見たアクセスポイントへつなぐかつながないかつないだ後でどのようなサービスを利用するのか自衛する手段を用意するかしないか、えー、このようなことを意識していけば、えー、より公衆無線 LAN サービスを積極的に活用できるものと思います。是非、えー、これからも、えー、こうした関連する技術にも勉強を続けてみて「公衆無線 LAN サービスの積極的な活用につなげてみてください。